よく来たな、ゴードン。宇宙大艦隊の攻撃をくぐり抜け、ここまで来るとは、さすがだ。思い起こせば俺が妻と娘を、そして、人間としての心と体を失った日からちょうど5年か。おい、あいつ、いきなり思い出話を始めたぞ。今のうちに攻撃しちゃいましょうか。ちゃんと聞かなきゃダメですよ。ライバルは過去に悲しい傷を背負っているものなんですから。続けてもいいか？あ、はい、どうぞ。思い起こせば、俺が妻と娘を、そして、人間としての心と体を失った日からちょうど5年か。あの頃の俺は世界宇宙科学研究所で働くエリート署員で、地球を救うという使命に燃えていた。しかし5年前のあの事件で全てを失ってしまった。5年前？あの事件のせいで俺は体の7割を失い、研究所に住んでいた妻と娘は爆風と共に。犯人は宇宙開発反対を唱えるテロリストどもだった。まさかあの爆破事件の犠牲者の中に君の家族がいたというのか？そうだ。奴らは貴様に逮捕されたが、俺には何の慰めにもならなかった。俺は妻と子に誓った。地球勇者が役に立たないのなら、俺が真の地球勇者になってやると。そして俺は自らの体をサイボーグ化したのだ。罪のない人間を救えずして何のための地球勇者だ。たとえどんな手段を使っても、より多くの人々を救うのが本当の地球勇者ではないのか。俺は貴様の甘っちょろいやり方を決して認めん。今日こそ貴様を倒して真の地球勇者になってやる。それが俺に残された唯一の生きる道なんだ。そうだったのか。君にそんな過去があったとは知らなかったよ、カーチス。君の家族のことは私の力不足だ。許してくれ。だがカーチス、今君がやっていることは間違っている。何？俺はより多くの地球人類を救うために戦っているんだぞ。確かに魔界を侵略することで地球は救えるかもしれない。しかしそれは多くの犠牲を伴うことだ。君はそれでいいのか？それが本当に地球人類のためなのか？それに犠牲になる者の気持ちは君が一番よく知っているのではないのか、カーチス。今の君を見て、天国にいる奥さんと娘さんがどう思うか考えてみろ。私は地球勇者だ。地球の民が、そして友が過ちを犯そうとしているとき、それを正すのもまた地球勇者の使命。同じ地球を愛する者と戦うのは不本意だが、これも君の目を覚ますためだと思ってくれたまえ。行くぞ友よ、本当の地球勇者魂をその体で受け止めてみろ。you
Bye.
はあ、you
見事だ。どうやら俺が間違っていたようだな。これが本当の地球勇者魂か。俺のこの機械の体にも熱く伝わってきたぜ。俺の負けだ。さあ殺してくれ。わかった。痛くないようにサクッとやってあげるね。ダメです。カーチス、私たちの戦いはもう終わったんだ。君は正しいことをしようとした。ただ悲しみのあまり方法を間違ってしまっただけさ。これからは友として私を助けてくれると嬉しいのだが、どうだろう。ゴードン。うん、お前は優秀なやつみたいだから、俺様の家来にしてやってもよいぞ。魔王の家来か。それも悪くないかもしれねえな。だが今の俺にはしばらく休息が必要なようだ。少し眠らせてもらうぜ、ゴードン。ジェニファーに気をつけろ。ガチ、ジェニファーに気をつけろ。一体どういうことなんだ。ジェニファーに気をつけろ。やはりあれか、改造ですか。改造でしょう。君たち、そういう方向で期待に胸を膨らますな、やめてくれないかね。